ドジャース、大谷翔平の表情も冴えない。ド軍はこれで3勝2敗に、AP ナリーグ、リーグ優勝決定シリーズ第5戦、メッツ12から6ドジャース、ドジャース3勝2敗、18日、ニューヨークナ、リーグのリーグ優勝決定シリーズ、7回戦制、第5戦がシティフィールドで行われ、大敗したドジャースは3勝2敗となった。ドジャース、大谷翔平投手、30、は、1番 DH で出場し、4打数2安打、1回に、不全打で出塁。その後、無視に3塁で、T ヘルナンデスが、ユーゴロを放ったが、3走の大谷はスタートを切らず、ロバーツ監督が苦言を呈した。内野は後ろに下がっていて、1、3塁手だけが前進していた。遊撃に、ゴロが転がったから、大谷はスタートを切らないといけなかったと指揮官。だが、そこで硬直してしまった。言い訳はできない。1回に1点リードをできた展開で、相手に防がれ相手に少し流れが行ってしまったと思う、と先制点を奪えなかったことを指摘した。1球速報へ、大谷の成績へ。